おはようございます、吉田さん。やっちゃいましたか、ぶら下がり健康器。まあこれほとんどの方が買ったらハンガーになっちゃうんですよね。何なんでしょうね、ぶら下がるだけなんですけどね、何なんでしょうね。まあでもさすがそこはなんか2000円といえどもお金に換える吉田さんだなと思いますけども、しかし別の見方をするとですね、これある人はこう言うかもしれませんよね。撮影して出品する手間をかけて、そして商品を引き合わせるために待ってなくちゃいけないと、そういうことをいろいろ考えたら、スパッと捨てた方が逆に2000円をゲットするよりもいろんなことが節約できんじゃないかなみたいなね、まあ、そう考える人もいるでしょうね。まあ、その選択の中で何を取るかだと思うんですけども、まあ、ぶら下がり健康器ね、別にあげるよって言ってくれたら私もらうんですけどねくださいよ、それはぶら下がり健康器ね。あ、なんかこう、なんですかね、新しいハンガーですとか言って出してみたら面白いかもしれないですね。逆にハンガーですとか言ってついでにぶら下がれますみたいな。あ、ちなみに全く痩せませんでした。あ、そうだ、吉田さんこんな体になりましたって言ってから、ビフォーアフターのアフターだけ出したらどうです。ビフォーは出さずにぶら下がり健康器を使った挙句こうなりましたみたいなね。でアフターしかなくってビフォーがないのビフォーを知りたい方はお問い合わせくださいですからね。お問い合わせしたら変わっとらんやないかみたいな感じになったりするかもしれないですけどね。そういった笑いで興味を引くみたいなこともできるんじゃないかなと思います。それでね、ずいぶん前のことになりますけども、東日本大震災に際して、まあ、あの原発の事故とかありましたよね。あの時ガイガーカウンターがちょっとねバカ売れしたんですよ、値上がりして。でそのちょっと後なんですけども、ガイガーカウンターもいろんな種類が出てきて、だいぶ商品の品数も戻ってきた時に、もう私もね、あの1本買ったのがあったんですよ、スティック状のやつを。1万円ぐらいでね、ちょっとどこに行ったのか忘れちゃいましたけども、そのスティック状のガイガーカウンター買って、まあいろいろと日本全国各地でね、こうピピピピやってた時もあったんですけども、それをですね、今度はねちょっと売ったろうかなと思ったことがありまして、何本か仕入れたんですよね、何本か。でその売り方なんですけども、 2種類商品出したんですよ。一つはガイガーカウンター1万2000円ですみたいな感じで出したと思うんですよ。もう一つはガイガーカウンター1万2000円プラス使い方を説明した、そしてどういう風になったらどういう風な評価をすればいいのかっていう説明書をつけてね、私のオリジナルの説明書をつけて、2万円ですという風にしました、ね。でいつもの作戦ですけども、こっちの説明書はネットで自分で検索したら出てくるものばかりですよっていう注釈を入れたんですよ。それを私なりのセンスでまとめたものを、これを PDF ファイルでお送りしますっていう形で、1万2000円の説明書なしと2万円の説明書付きとで売ってみたんですけども、何が売れたかというと、これはね説明書付きが全部売れて、その1万2000円のただ転売するだけのやつは1個も売れなかったというね、まあ、そんなことがありましたよね。面白いですね。だから情報をプラスアルファすることによって、もうあの FX の時もね、あの言いましたけども、いやこれね、検索したり古本屋に行ったら出てくる情報だよと、それをまとめてプラスアルファでポンと置いて価格を値上げしただけですよっていう風な説明までしてるのに、そっちをくださいっていう風な感じになるというね、なかなか面白い現象でございました。ということはね、ぶら下がり健康器もただ売るだけではなくて、これもし使わなくなったら服をかけたらよく乾きますよとか言ってねやったらまた面白いんじゃないかなと思ったり思わなかったりでございますね。まあ秒で2000円稼ぐ方法ということで、出してくださいましたけどね、私はまあその間ぶら下がり健康器で全く稼いでないし、まあそもそもそれを持っていないというかね、ただ牧人では結構稼いだかなと思いましてね、牧人ね、うん、あんまり持ってる人いないと思ったら案外持ってる人、やっぱりね、数百人じゃないですけども数十人のレベルでいるみたいで、買った人ってのはもう100人中100人が動画上げて元取ろうとしてるのかなって思うぐらい結構出てますね、うん、また新しい手考えないとな、何にしようかな、まあいってらっしゃい。